小沢幸義さん、ありがとうございました。では今日も元気に字変わらないです。今日最も余裕性なのは獅子座のあなたです。思い切った方向転換で波に乗れそう。避けてきた課題に自ら歩み寄り挑戦してくださいね。ラッキーパーソンはダジャレ好きな人です。恋のお羊座の人は食事の場で仲が深まる日、贅沢したランチが良さそうです。7位の牡牛座の人は想定外の用事でバタバタ、順序よく焦らずこなしてくださいね。続いて10位のヤギ座の人は先輩から厳しめチェック、ミスは隠さずにすぐ報告しましょう。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、魚座のあなたです。悪いタイミングが重なり時間を浪費、タスクをリスト化して合理的に実行してくださいね。でも大丈夫、そんな魚座の月を回復させるラッキーメニューはミートスパゲッティです。